コシは、稲科の一年草の C4 植物、穀物、高木びとも呼ぶ。外来語胡椒には、コウリャン、ソルガム、ソルゴーがある。沖縄では、トーナチンと呼ばれる。熱帯、亜熱帯の作物で乾燥に強く、稲、小麦などが育たない地域でも成長する。食用をはじめ飼料、醸造、製糖、デンプンやアルコールなどの工業用など、非常に用途が広く。 穀物としての生産量では小麦、稲、トウモロコシ、大麦に次いで世界第5位である。同じく稲科の穀物であり、名称が似ているトウモロコシとしばしば混同されるが、モロコシはモロコシ属、トウモロコシはトウモロコシ属に分類されているように、属レベルで異なる全く別の植物である。また、高木ビとの別名がある通り木びとも混同されやすいが、木は キビ族であり、これも族レベルで異なる。野生や従来の栽培種では全長3メートル以上にも達するが、この高さでは機械での収穫に支障をきたすことや倒伏しやすいことからアメリカを中心に全長を低くする品種改良が行われ、現在では1.5メートル程度にまで低くなった品種も主力の一つとなっている。葉も長さ1メートル以上で幅10センチメートル程度になり、 茎は太さ3センチメートル程度で芯の詰まったものとなっている。夏になると茎の先端に穂が出る。穂は節が10ほどあり、各節より6本程度の枝が放射状に出ている。各枝はさらに数十に枝分かれしており、最終的には一つの穂で3000ほどの小さな穂をつける。なお、実の千粒へは2 5ム程度。その色は紫や赤に近い。 作物としては根が深く、吸水能力が非常に高いため主要穀物の中では、最も乾燥に強い穀物である。吸費性も同様の理由で高い。その割には湿潤にもよく耐え、日本のような多湿地域でも栽培が可能である。ただし、淡水中の水田などの沼地では栽培はできない。連作は可能であるが、可能であるだけで、 自力は落ちるので輪作が行われることが多い。栽培期間は一般に、和紙が70日から80日程度、晩生で150日から160日程度で収穫となる。日本の産幹部においては、日照時間や農業に適した期間の短さなどから、ごく和紙が好まれる傾向にあり、岐阜県の日田地方産幹部における調査では、箸から2ヶ月少々で収穫が行われていた。 こしは、ビコロ、ギニア、カウダズム、カフィア、デュラの5つの基本種と10の中間種に分類されている。品種としての分類のほか、用途によって大きく穀物用もち虫、餅こし、飼料用こし、糖蜜用諸虫、放棄用こしの5つの品種群に大別される。グレインソルガムはさらにマイロ群やカフィア群などの群に分類されている。 こしにはハゼルタイプの、いわゆるポップソルガムも存在する。こしは、主観の混雑が起こりやすいため新品種の育成が行いやすく、原産地であるアフリカには、野生や栽培、繁野生や原種など様々な種類の種があり、さらにその中でも、用途別、環境別にやや分化した多くの品種が存在する。20世紀に入ると、近代的な品種改良がアメリカにおいて、 行われるようになり、様々な特性を持つ鉱雑種が育成され、さらに一大雑種が主流化する中で、収量や病虫外、東北体制などが大きく向上した。しかしこれらの改良は主にアメリカなどで栽培される飼料用や糖蜜用のもろこしに限られており、インドやアフリカで栽培される主国用のもろこしの改良は必ずしも進んでいない。原産地は、 熱帯アフリカでエチオピアを原産地とする説が有力である。エジプトでは紀元前3世紀頃には栽培されていた。早い時期に西アフリカ、北アフリカ、インドへ伝播し、後に中国、東南アジアにも伝播して栽培種となった。中国に入った時期は諸説ふんふんとして不明だが DNA の分布からは950年頃と考えられている。古くは モロコシと呼ばれたが、現代の中国名は、香料である。伝播以前の文献にもモロコシの名は見られるが、別の穀物を指したらしい。18世紀には新大陸にも伝播し、1853年にはアメリカ合衆国で栽培が開始された。日本には室町時代に中国を経由して伝来した。五国の一種としてもろこし、高木びという名前での食用栽培のほか。 砂糖もろこし、陶器美、露族という名で、糖獣採取目的の栽培も行われてきた。世界のもろこし生産地域。赤が原産地、緑が主要生産地域であるインドの穀物生産図。中央部の黄色がジョワールを主に栽培する地域であるエルサルバドルのもろこし畑もろこしは、もろこし族の中で最も広く栽培される種であり、小麦、稲、トウモロコシ。 大麦に次いで世界で5番目に多く栽培される穀物となっている。アフリカ、中国、インドなどの一部地域では、こしは重要な穀類として栽培されている。生産量は1960年代に3000万トン台だったが、1980年代には7000万トン台にまで生産が拡大した。その後、2000年代には6000万トン台にまで下がってきている。多くの種が、 耐乾燥性、耐熱性を持っており、特にサヘルでは重要な作物となっている。ただ、全般としてはやはり乾燥地において、他の穀物の栽培できないところで栽培されることが多いため、単州は稲、小麦、トウモロコシの三大穀物に比べて低い。モロコシの大生産国のうち、アメリカ合衆国や、オーストラリアやアルゼンチンでは、飼料用生産がほとんどである。 ハイブリッドソルガムの畑アメリカ合衆国には、1853年に、フランスから持ち込まれ、南部やグレートプレーンズを中心に広まっていった。19世紀後半から20世紀前半にかけては、アフリカなど世界各地から有料品種がアメリカに持ち込まれ、また20世紀に入ってからはこれらの移入品種との掛け合わせや有料品種の選抜によって、近代的な育種が進められるようになった。 特にアメリカで栽培される飼料用もろこしにおいては、1957年に一大雑種のハイブリッド品種が初めて開発され、7年後の1963年までには、ほぼ全量が新品種に切り替わるなど、品種改良が盛んに行われ、この7年間で収量が倍増している。この改良は、トウモロコシの品種改良を参考として行われ、 同時期の緑の革命の成果を多く取り入れて改良が進んだ。多収量化だけでなく、この時期には単管化も行われ、アメリカの主要品種の高さは1メートル50センチメートルほどにまで短くなっており、コンバインなどによる収穫機械化に適応した形となっている。このため、これ以降も諸虫の単修は増大を続け、 1950年の1ヘクタールあたり1257キログラムから1998年には1ヘクタールあたり4245キログラムと約3.5倍にまで伸びている。アメリカは世界最大のモロコシ生産国であるが利用はほぼ全量資料または生徒用としてのものである。エチオピアアムハラ州ヘイクコ付近のモロコシ畑アフリカでは サヘル地帯などの乾燥した地域において盛んに栽培されている。やや湿潤な地域においては、かつてはソルガムが栽培されていたものの、現在ではより湿潤に適したトウモロコシなどの栽培が盛んになっている。また、極度に香水の少ない地域ではより乾燥に強い、ジ人ビエが主な穀物となっている。一方で、モロコシは、 アフリカで最も古くから最も大規模に栽培されてきた穀物であり、トウモロコシや米が伝来してくるまでは、アフリカ大陸の四国であったため、栽培種の文化も進んでおり、2000メートル以上の雨の多い高地に適応した品種も存在する。モロコシを主に四国として栽培している国は、モーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ナイジェリア、ニジェール、チャド、 スーダンといったサハラ南縁のサヘル地帯の国々である。特にブルキナファソとスーダンにおいては一人当たり食料、生産量がソルガムが最も多く最重要の穀物となっている。またこれ以外の地域においても乾燥地域を中心に熱帯ウリを除くブラックアフリカのほぼ全土で栽培されており、アフリカにおける最重要穀物の一つである。 2000年のブラックアフリカの作物の収穫面積の内ソルガムは13.0%を占めるが、これはトウモロコシと同率1位であり、アフリカで最も広く栽培される作物となっている。一方で、土地生産性は非常に低く、1997年のソルガムの土地生産性は世界平均が1ヘクタールあたり1414 14キログラムであるのに対し、 アフリカ平均は7 8 8ラムで世界平均よりも79%も収量が少ない。四国用ソルガム自体が収量の改善はさほど進んでいない上、サブサハラアフリカにおけるソルガムの土地生産性は1961年以来ほぼ改善が見られず50年以上ほぼ横ばいのままである。これは肥料の投入が 農地に行われないなど、緑の革命が、ソルガムに限らず、米や小麦など、全穀物において、ブラックアフリカ全域では、進んでいないためである。主食用モロコシにおいては、米や小麦と違って、品種改良が進んでいない上、もともと、それらの栽培できない、乾燥地の農地での栽培が主となっているため、ブラックアフリカ内ですら、米小麦とうもろこしよりも、単集が、低く。 ほぼ半分かそれ以下にとどまっている。一方で、諸虫の高地面積は、ブラックアフリカにおいて1980年代以降急速に拡大し、1980年から2010年までの30年間で、ブラックアフリカの諸虫栽培面積は76%も増大している。これは、単州の貧弱さを高地面積の拡大で補ったことを意味している。このため、 ブラックアフリカのコシ生産は1961年の1000万トン程度から2000年代後半には2500万トン程度まで拡大した。しかしこの生産の増大は土地生産性の改善を伴わなかったため、一人当たりのソルガム生産量は低下を続け、1970年に比べ2010年のブラックアフリカからのコシ輸出はマイナス1.4%となり、 生産増大にもかかわらず輸出は減少してしまっている。逆にブラックアフリカのコシ輸入は急増し、2010年にはコシの世界輸入量の14%がブラックアフリカ諸国の輸入で占められることとなり、しかもこの割合は増加の一途をたどっている。こうしてブラックアフリカのコシは社会で重要な地位を占めるのにもかかわらず生産は、 アフリカ諸国の人口の急速な増大に追いつくことができず、これらの地域の食料不足を招き、経済成長のネックとなっている。近代的な育種や品種改良が行われていない一方で、アフリカはソルガムの原産地であり、幸いには長い伝統を持っており、また重要性も他地域に比べて非常に高いため、非常に多種に及ぶ。 伝統品種が存在し、維持され続けている。また、インドにおいてもモロコシは、古くから栽培されている重要な穀物である。インドは、雑穀栽培が重要な地位を占める国であるが、その中でもモロコシの占める割合は大きい。インドでのモロコシは、ジョアールと呼ばれ、カリーフキと呼ばれるウキにも、ラビーキと呼ばれる寒期にも栽培される。ラビーキのモロコシの栽培地域は、 ボンベイの東に広がるデカン高原地域が主であり、プネーからマハーラーシュトラ州内陸部、カルガータカ州北部、アーンドラプラデーシュ州南部にかけて広がっている。また、熱帯地域の多くでも重要な穀物の一つである。アフリカ、中央アメリカ、南アジアなどで盛んに栽培される。中国においても、特に中国東北部において盛んに栽培される。日本においてはかつては、 山間部において米などに混ぜる主食用として栽培されており、第二次世界大戦後の食糧難の時代には一時栽培が拡大したものの、すぐに米の生産量増大によって栽培は激減した。雑穀の一種としてあまり高い価値を持っていなかったため、品種改良もほとんど行われず、そのため単収も低いままだった。1965年頃には、 食料用としての栽培はほぼ消滅し、飼料用などで細々と栽培されるのみとなった。しかし21世紀に入ると、雑穀の栄養素が健康面から見直される中で、もろこしの栽培も復活するところが出てきている。なお、日本におけるもろこし栽培、特に穀物用のもろこし栽培は、伝統品種をそのまま利用したものが多い。もろこしの特徴として、 主要生産国が主に主国としての自給用として生産する国家と飼料としての生産を主とする国家に大きく分かれていることが挙げられる。前者はアフリカ諸国やインドなどが当てはまり、主要生産国中では2位のナイジェリアを筆頭に、3位のインド、5位のスーダン、6位のエチオピア、10位のブルキナファソ、12位のニジェール、14位のタンザニアが挙げられる。後者としては、 世界最大のコシ生産国であるアメリカ合衆国を筆頭に4位のメキシコ、7位のオーストラリア、8位のアルゼンチン、9位のブラジル、11位の中国、13位のエジプトなどが挙げられる。このうち自給用生産を胸とする前者のグループはほとんどコシを輸出しておらず、むしろアフリカ諸国は主要生産国も含めて大量にコシを輸入している。 後者のグループは、ほぼ自国の国内で、飼料や原料として消費するタイプと、余剰分を輸出へと振り向けられるタイプの2種類の国家に分けられる。もろこしを輸出に振り向けられるほど生産できる国家は、非常に少なく、2010年には、世界のもろこし輸出量の62%を、アメリカ合衆国が21、21%をアルゼンチンが13、13%をオーストラリアが占め、 残りの諸国のもろこし輸出量は、わずか4%に過ぎず、事実数ず輸出の96%を占める、この上位3国によってもろこし輸出はほぼ、独占されている。輸入量としてはメキシコが、最も多く、ついで、日本、チリと続く。日本では種子を、毎年120万トン近くを輸入し、このほぼ全量が濃厚飼料として使用される。ただし、 資料としての輸入量は2002年の147万トンから年ごとの増減が激しいものの毎年基本的には微減傾向にあり2010年には122万トンにまで減少している輸入国の内訳としては基本的にはアメリカからの輸入が最も多くオーストラリア、アルゼンチン、中国と続くが各国の作況によって輸入量に占めるパーセンテージは 毎年大きく変動する。2010年度の輸入量はアルゼンチンが最も多く54万6千トンに上る。これに次ぐのがアメリカからの輸入で51万千トンとなる。2008年と2009年には最大の輸入国であったオーストラリアは15万8千トンにとどまった。中国からの輸入は量も少ない上減少傾向にあり、2009年と2010年には 全く輸入がなされなかった。なお、この4カ国以外からのもろこしの輸入は、ほとんどなく、全く存在しない都市もあり、輸入がある都市でもごく微量にとどまる。ソルガムの種子とポップソルガムソルガムを引く一家、中国産の香料のカユ。もろこしの利用において、最も重要なものは食用である。特にアフリカにおいては、主食として、重要な地位を持つ植物である。 食べ方としては、薄などでひいて、粉にした後練って、固めの上々にして食べることが多い。アフリカの東部や南部で主食として、広く食されるウガリは、各種穀物の粉から作られるが、トウモロコシが伝来してくるまでは、ウガリの主原料はモロコシであった。現代でも、トウモロコシを栽培していない地域のウガリは、モロコシで作られることが主であり。 トウモロコシ栽培地域でもモロコシで作られたウガリは一般的なものである。ボツワナにおいてはモロコシを元にしたウガリはボーホペと呼ばれ、サワークリームやマヨネーズを入れて食されるが、トウモロコシを元としたパパと呼ばれるウガリと共存している。ブルキナファソの模試人においてはサガボと呼ばれ、マリではトウと呼ばれるが、これも同様のものである。また、セネガルやマリなどでは、 小麦の代わりに、もろこしやトウジ人ビエを使用して、クスクスが作られる。インドにおいては、もろこしの主要な調理法は、土器と呼ばれる非発酵のパンを作ることであるが、他にもそのまま流食したり、揚げパンや蒸し、パン、アフリカのように、型粥にするなど多様な調理法が存在する。中国においては、米と同様に炊いたり粥にしたりする。 かつては広く食用にされたが、タンニンを含むために食べにくく、最近では人気がない。日本においては製粉が基本であり、練って食べる。餅製のもろこしは、団子や餅などの材料として使用される。岩手県では、伝統食として高きびを団子にしたヘッチョコ団子や、米と高きびを混ぜた高き火餅などを作り、おやつとして食べる。沖縄では、伝統穀物として、 レナイい芋などと共に餅に入れて、ムーチーにするなどして利用される。かつては、蒸気以外の栽培地域である日本や欧米諸国の一部など、幅広い地域で食用とされてきたが、コシは主に種皮にタンニンを多く含むため、制白を強めにしないと渋みが強くなる。この性質が嫌われ、インドやアフリカを除いては、食用利用は衰退した。近年では健康意識の高まりから雑穀が、 先進国を中心に見直され、アメリカでタンニンを含まないホワイトソルガムが開発されるなど、復権に向けた動きも見られる。ホワイトソルガムはグルテンを含まないため、セリアック病患者のためのグルテンフリー食材として使用される。ミートミレットという属称の通り、肉に近い食感を持つため、日本でも雑穀利用の波に乗り、高キビハンバーグなどのレシピが開発されている。また、 もろこしから酒を作ることもできる。中国の上流酒である白酒はもろこしを原料としており、粉酒高漁液、マオタイ酒などの名酒も存在する。アフリカのもろこし生産地域においても、各地でもろこし酒は製造されているが、商業ベースではなくあくまでも、村などで個人で作る地酒的なものがほとんどである。 アフリカのもろこし酒の製造法は、もろこしに水を吸わせて発芽させ、その発芽もろこしの酵素によって透過させて作るというものであるが、この製法は、原料は違うものの大麦を原料とする一般的なビールと基本的には共通の手法であり、そのためこのもろこし酒は、もろこしビールと呼ばれる。エチオピア南部のコンソジンは、もろこしを主として、 トウモロコシと稀に小麦を入れてチャガと呼ばれるビールを作り、これを主食としている。スイートソルガムを絞り、糖蜜とする、モロコシのうち、糖分を多く含むものは総称して、スイートソルガムと呼ばれる。スイートソルガムは、甘味料の原料として、アメリカを中心に栽培されている。これを煮詰めて、ソルガムシュガーを作ることもできるが、グルコースやフラクトースを多く含むため結晶化させ、 肉く、結晶糖の収量としては、サトウキビや天才に劣るため、シロップの原料として使用されることが多い。近年では、バイオエタノールの原料としても多く利用されている。工業用デンプンの材料ともなっている。もろこしは、飼料としても重要であり、各国で飼料として使用される。種子の部分は穀物であるので濃厚飼料として使用し、茎や葉は、牧草として、 嵐料となる。特に資料としての消費量が多いのはアメリカやメキシコ、オーストラリアなどであり、日本でも広く使用される。ただし、モロコシを含むモロコシ属のいくつかの種は、成長の初期に、シアン化水素、ホルデニン、硝酸塩などの有毒物質を致死料を含むことがあるので注意が必要である。さらに成長した個体でもストレスを受けると、 かなりの量のシアン化物を作ることがある。日本など各地で、青番モロコシが飼料用として使用されなくなったのは、この性質による。ただし生産などこれらの毒素は青草に含まれるもので、あり、成長につれて毒素の量は減少していく。成長のほか、乾燥させても生産は減少するため、牧草として青がにした場合は、十分に乾燥させれば危険性はほぼなくなり、 干草に危険性はほとんどない。香料をあしらった満州国の建国厚労省。もろこしは放棄の材料として世界各地で広く使用され、放棄専用の品種群も存在する。日本においても放棄専用種が放棄こしと呼ばれて古くから栽培されており、21世紀に入っても関東地方において少量が生産されている。茎は壁材などとしても利用される。 原産地であるアフリカにおいては、収穫後の茎や葉は、燃料や飼料として使用するなどし、基本的には余すところなく利用される。また収穫後の茎も、装飾的な木工製品を作るための材料となり、キレイボードのブランドは、特に有名である。また、最近ではカドミウムをはじめとする牛金属の吸着に、優れている性質を利用して、稲や塩枠とともに、カドミウムによる、 土壌汚染の修復に利用される。堆肥が利用できない場合において、もろこしを土にすき込み緑肥として使用することもできる。満州国では国家に指定されていた。1933年4月に決定されたとの記録がある。ありがとうございます。